ローストビーフとヨークシャープディング。典型的なサンデーローストイギリス料理とは、主にイギリスで食される料理。イングランド料理、北アイルランド料理、スコットランド料理、ウェールズ料理に分けられ、また、これから派生したものに、アングロインド料理がある。フィッシュチップス。一般的なイギリスのテイクアウェイアフタヌーン。ティー伝統的なクリスマスのごサンフルブレックファストの1。 例、ヨーロッパの他の国々におけるのと、同様、イギリスの食文化には穀類を主食としているという、自覚は、外して乏しいが、ジャガイモを揚げる、焼く、あるいは茹でるなどしたものが、主菜の付け合わせとして大量に添えられることが多い。主食に準じる食品として、パンは薄くスライスされたトーストが好まれ、ジャムやバター、ベーコンや卵料理などをつけて食べられる。同様に、 小麦や米などで作ったプディングが好まれ、イギリス料理にはデザートから肉料理、主菜の付け合わせに至るまで多種多彩なプディングがある。また、ポリッジなども伝統的によく食べられ、近年はシリアル食品やパスタを食べることも多い。ローストビーフやステーキやシチューの調理法、あるいは取った鳥やウサギを鍋で煮込んだり丸焼きにしたり、するような料理に見られるように、 イギリス料理は料理としての手間をかけないものが多く、そのために料理が素材そのものの味に大きく左右される。つまり、素材が良ければ出来上がる料理も美味しくなることがあるが、素材が悪ければそれも期待できない。いい意味で考えれば、シンプルで基本的な料理というイニシエの方法を保守していると言っても良い。もっとも良い素材を茹ですぎることによって台無しにしているという、 観点も存在する。このように、そうじて素朴で、シンプルなイギリス料理ではあるが、イギリス式の朝食は、ソーセージやベーコン、卵料理がつくなど充実している。卵やベーコンは、現代ならともかくとして、20世紀初頭以前においては、他国では、庶民が朝食メニューとして食することは、到底考えられない、贅沢な食材である。もっともソーセージは例外であり、 イギリスの伝統的なものはパン粉を半分以上混ぜ込んだ属にバンガース、バンガーズと呼ばれる低級なものである。また、一般には料理とは区別されるが、イギリスのお茶菓子はイギリス以外の国でも名高く美味しい菓子が多く知られている。イギリスの家庭の主婦も夕食メニューには手をかけなくてもお菓子作りにはこだわりを持つものが少なくない。イギリス以外でもそうだが、 1>, 1日3三食が普及するのは近年のことであり、かつては1日2二食が普通であり、イギリスにおいてティータイムは昼食がありでもあった。また、いわゆる伝統的なイギリス料理の範疇からは、外れるものの大航海時代以降世界の海を制止世界中に大英帝国の半島を広げた歴史を持つイギリスは、植民地の料理を取り入れ、それを世界中に広めた歴史を持つ。 例えばカレーはインドが発祥とされるが、それを世界に広めたのはイギリスであり、広まったカレーもイギリスによりアレンジされたものである。そういう意味においては、現在のイギリスでも美味しい料理は存在する。そのため、イギリスにおける外国料理、例えば中華料理やインド料理の店には長い伝統がある場合も珍しくない。チキンティッカマサラのように、 イギリス発祥のインド料理も存在する。最近ではフランス料理やイタリアをはじめとする地中海料理、さらにはそういった外国の料理の影響を受けた料理店も存在する。近年では伝統的なイギリス料理を改革したモダンブリティッシュキュイジーヌと呼ばれる新しいイギリス料理の潮流が生まれ、美味しい料理を食することは難しいことではなくなっている。かつて一時期、 フランス料理などに比べて、高級料理の洗練が劣っていたこと、料理による調理法の洗練度の当たり外れが大きいだけであり、現在では美味しいイギリス料理は多い。また、高級なレストランはともかくとして、パブにおいての料理であれば、過度に期待しなければ、それなりに美味しく食べられる料理が供されるという意見も、ある。イギリス料理は、フランス料理やイタリア料理などと比べ種類が少なく、 食材や調理法の多様性も貧弱である。英語の料理用語はフランス語などからの借用が多い。国の料理はまずいと言っても、その国の食習慣に外国人が馴染めないだけのことが多いが、イギリス料理の場合はイギリス人が自認するところである。このような評価を受けるのは、野菜は本来の食感がわからなくなるほど茹でる。油で食材が黒くなるまで揚げる。 麺を必要以上に茹でるなどといった食材本来の味や食感を残さないほど加熱する調理法が他国人には好まれないためである。しかも好みに応じて塩安などで味付けされることを前提としているため調理の段階では味付けらしい味付けがされないことも多くそのことを知らない旅行者は味のない料理に困惑することになる。実際 現在でも高級店を含むイギリスのレストランの多くでは塩や酢などの調味料がテーブルに並ぶ様子が見られ客が好みで味付けすることを想定しているかつてのイギリス貴族に日曜日は牛を一頭ほふってローストビーフやステーキを食べるという習慣があったことも一つの原因である一頭分の牛肉はついたちで食べきれない平日の食事では 日曜日に残った肉をそのまま好きなように味付けし、あるいは単に温める。さらに火が過ぎたものは、カレーやスープなどの具として、再び調理して食べていた。結果として日曜日以外は、冷たいか、火を通し過ぎたか、味が落ちた肉をごまかして食べ、また個人が好みで味付けするという食習慣が成立した。なお、このような日曜日に退職をするのが贅沢という、 習慣は、フランスやイタリアなどでも見られたが、やがて美食が贅沢という方向に移っていき、世界的に評判の高いフランス料理やイタリア料理の成立を見た。また、過剰な加熱がされるようになった一因には、産業革命以降の労働者の居住環境が挙げられる。当時、都市居住の労働者階級の賃金水準では、食材を入手自体が困難であり、また母親や、 子供までもが、重労働に従事して、調理に手間をかけることもできなかった。これに食物を、加熱殺菌が奨励された、当時の衛生学の啓蒙と相まって、とりあえず火だけは通し、胃袋さえ満たせれば味などどうでもいいという調理法が、普及したのである。また、イングランド人社会学者のスティーブン・メネルは、目の前に、二つの皿が並んでいたら、自己否定の原則に従って、 自分の好きでない方を食べなければならないと考えるピューリタン的な禁欲主義がイギリスの食文化の発展を阻んだという見方を著書で紹介している。なお、メネル自身はこの見方を否定している。結果、上述の通り現在ではイギリスでも美味しい料理は食べられるが、それは外国料理や外国の料理の技法を取り入れた新しい料理だったり、 伝統的イギリス料理を改革したものという位置づけになった。イギリス料理に対するマイナスイメージを払拭しようとする試みも始まっている。日本においては2013年より在日本英国大使館がフードイズグレート a t A Taste of b r 試してみて美味しいイギリスと題したキャンペーンを展開している。大使館の広報部マーケティングマネージャーは英国の食べ物は まずいという10年ほど前に言われていたことが日本では都市伝説化していると主張しており、日本中撮影国特命全権大使のティモシー、ヒッチンズを筆頭に大使館職員らがイギリス料理のイメージ改善に取り組んでいる。ローストビーフとヨークシャープディングクリスマスプディング。ありがとうございます。